紙芝居が始まるよ。2020応援創作紙芝居であります。いらっしゃい、いらっしゃい。本日の演題はなんと人間愛の金メダルでございます。人間愛の金メダル、作加藤七香、絵原田杏。やりました、体操日本代表、ついに団体金メダル獲得であります。チャンネル1の音声であります。時は1964年の10月、日本では東京オリンピックが開催されておりました。国立競技場での盛り上がりはもちろんのこと、国中の人々がテレビの前で家族や友人と共に試合観戦に夢中になって、選手たちに大声援を送っておりました。ところはここ江ノ島であります。3日目のヨットレースが始まっております。会場は熱気に包まれておりました。持ち上げんばかりの強い風が吹き荒れ、波は荒れ狂い、帆は大きなを立て、しびれんばかりに煽られております。そんな悪天候の中、レースの先頭グループを走るのはオーストラリアチームであります。嵐にも負けない力強い走りを見せております。続いて第2グループを走るのはスウェーデンチーム。こちらも力強い走りで先頭チームにじり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 と追いついています。手に汗握るレースが展開されております。とその時であります。ドブーン、ドバーン。なん風速15メートル、風に向かっては歩けないほどの激しい突風が吹き、白く高い波がレース中の選手たちを襲いかかる。レースはどうなるんでしょうか。選手たちはどうなるんでしょうか。一体大丈夫でしょうか。激しく揺れる波の中、よーく目を凝らして見てみました。実況中継のアナウンサーが叫んでおります。あ、なんということでありましょう。大変なことになっております。先頭グループを走っていたオーストラリアチーム、転覆しているではありませんか。選手はどうした。選手は無事なのか。おっと、ゼッケン番号321のダウ艇長、ヨットにしがみついて、もう一人の選手はどこだ。あ、いた、運動選手だ。なんとまあ、あれ来る波に流されているではありませんか。Help me! 助けてくれ。Help me!ウィンター選手、必死に助けを求めています。それでもそれでも風は強く、波も高く、危険な状態が続いております。
オーストラリアチームの転覆によって金メダルへと一歩近づいたスウェーデンチーム、葉山号であります。手を操るのは消える兄弟であります。兄さん、兄さん、オーストラリアが転覆してるぞ。なんだって。よしよし、このままゴールすれば金メダルも夢じゃないぞ。だけど兄さん、二人は金メダルを目指してレースを続けるべきなのか、転覆したオーストラリアチームを助けに向かうべきなのか、一瞬、ほんの一瞬だけども迷ったのであります。でもケイリー兄弟は動きを変えようとしました。さあ、やっぱり助けに行くんだ。転覆して海に投げ出された選手、ケイリー兄弟は目の前で見ていたんです。そんな二人を残してレースを続けるわけにはいかないんです。兄弟は船の向きを180度変えたではありませんか。二人の選手を助けに向かったんです。 Hey! Help me! Hey! Are you okay? We'll help you soon! 大丈夫か、今助けに行くぞと声をかけながら、ヒエル兄弟100メートル以上も引き返したのであります。そしてオーストラリアチームのもとに戻りました。そして急いで救助用のロープを投げる。はい、キャッチディスロープ、このロープに捕まるんだ。何度もロープを投げた。でも波が強くて風が強くて届かない。届いた。ヘイ、強く掴むんだ、離すんじゃないんだぞ。オーストラリアチームの二人は激しい波に飲まれながらもロープを離さず必死に掴み続けたのであります。ヨットの上のピエール兄弟もまだ激しく揺れる船の上で懸命にロープを引っ張り上げ、二人を見事助け上げたのであります。オーストラリアの選手は救助隊へと移されました。その後、ピエール兄弟大きく手を振りながらレースへ戻っていきました。ダウ艇長とウィンター選手も、そしてまたそこにいた救助隊の人々も、ピエール兄弟の無事のゴールを祈って、大きく手を振ったということであります。さて、オーストラリアチームを救助してレースに復帰したこのケール兄弟でしたが、結果はなんと11位。掴みかけた金メダルを手にすることはできませんでした。
それでも試合後、ヒエル兄弟はこう言ったそうであります。海で遭難している人を見つけたら助けるのは当然さ。僕たちはスポーツマンとして当たり前のことをしただけだよ。何にも特別なことはしてないんだよ、と言ったそうだ。さて、感動の日の翌日であります。救助されたオーストラリアチーム、ヒエル兄弟との再会を願って、ここ江ノ島のヨットハーバーを訪れておりました。そしてそこへヒエル兄弟が登場であります。センキ、昨日は本当にありがとう。レースの途中にもかかわらず僕たちを助けてくれ。君たちは本当に素晴らしい心を持ったスポーツマンだと思うよ。この言葉にヒエル兄弟は次のように答えたそうであります。君たち二人が無事で本当によかった、本当によかった。そうだ、またいつかどこかの大会で堂々と戦おうや、と言ったそうであります。さて、皆さんはどう思われるでしょうか。スポーツには競争という順位を争うものもあります。でもこの力の限りを尽くした競争の陰に、実は今お話ししたように素晴らしいことが起きているということ、少しでも感じてくださったでしょうか。そうですね、たとえ競技をしていても選手たちはみんな仲間なんです。オリンピック、パラリンピックという夢の舞台を目指してたくさん努力を重ねてきた仲間です。仲間たちだからこそ今回のように助け合いができるんではないでしょう。そして助け合いができるからこそ仲間の力が強くなるのではないでしょうか。皆さんのお近くにも仲間がいることでしょう。家族でしょ、お友達でしょ、それからご近所さんでしょ。助け合うことを大切にする、そうした小さな助け合いの積み重ねこそがきっと平和な世界を築き上げていく大きな力になるのではありませんでしょうか。さあ皆さん、2020年はもうすぐやってまいります。東京オリンピック、パラリンピックであります。そして今回もこの2020年の大会も、我が江ノ島がセーリング競技の会場であります。さあ、どんなに白熱した戦いが待っていることでしょうか。どんなに感動的なスポーツマンシップが見られることでしょうか。またどんなに素晴らしい大会になることでしょうか。メダル、順位争いの裏に隠れた人間愛の金メダルを、多くの人々が手にできますように。はい、人間愛の
金メダルおしまいであります。藤沢ビッグウェブ事務局です。紙芝居サポート活動のサポートしてます。あ、ちょっと今藤沢ビッグウェブ事務局です。佐久間です。須永です。飯田です。柿本です。一言藤沢ビッグウェブ事務局の佐久間です。須永です。飯田です。柿本です。オリンピックに向けてみんなで頑張りましょう。はい、それでは皆さんに、紙芝居を作る会山下でございます。加藤です。ゴリラ先生です。紙芝居で皆さん盛り上げていきましょう。いきますよ。えいえい。おお。作画担当の原田です。脚本担当の加藤七香です。みんなでオリンピック応援していきましょう。おお。どうも皆様、ご覧になってくれてありがとうございました。ありがとうございました。私たちもこれから1年遅れですけども、2021年のオリンピック・パラリンピックに向けて、この人間愛の金メダルを武器にして大いに盛り上げていきたいと思います。これからも一つ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。